小渕優子万歳万歳万歳。当選者小渕優子。この度皆さんのおかげをもちまして9回目の当選をいただくことができました。皆様本当にありがとうございました。もう本当に候補者がほとんど帰れない、候補者不在の中で、皆様方お一人お一人が小渕優子になり代わっていただいて、遊説をはじめそれぞれの現場で皆様方にご苦労をいただきました。皆様の本当に血と汗と涙の結晶により今回の勝利をいただけたものと思っています。今回私は党の組織運動本部長として全国各地20都府県34選挙区の応援に走ってまいりました。しかし今日8時からの報道にもありますように、なかなか自民党全体としては厳しい数字だと言われております。そうした中ではありますが、今回逆風の中9期目の当選をいただきました。皆様の大きなご期待にしっかりお応えをしていくことが皆様へのご恩返しだと思っています。選挙区でもまた全国でも申し上げてきましたが、皆様方お一人お一人が豊かで幸せな生活を実感できるようしっかりと努めてまいりたいと思っております。そして多くの皆さんが築かれた豊かで美しいふるさとを次の世代へとしっかりと引き継いでいくことが私の使命だと思っています。また併せて党改革、政治改革、これを何よりも進めていかなくては国民の皆様からの信頼をいただいていくものが、いくことができないと思っています。今、日本は様々な課題が山積している中で、国民の信頼がないところに政策をまた国を前に進めることはできないと思っています。大変な重責をいただいたものと思っております。しかし、今後も引き続き、全身全霊、精一杯、汗をかき、努力をしてまいりたいと思います。どうか皆様方には引き続きましてのご指導、またご支援をいただけますように心からお願いを申し上げまして、御礼のご挨拶にさせていただきます。皆様本当にありがとうございました。続いては共同インタビューです。9期目の当選が確実となりました小渕優子さんにお話を伺います。まずは今のお気持ちをお聞かせください。はい、9回目の当選を果たすことができて大変嬉しく思っております。候補者不在という中で、地元の皆様が本当にそれぞれの立場で大変な苦労をしていただいて、勝利を私にくれた、まあ、そんな選挙だったと思っています。より一層の責任感、使命感を持って引き続き頑張ってまいりたいと思います。今回の選挙戦の中では非公認支部への2000万円支給というのも報じられました。政治と金の問題を受けて、党への風当たりはどのように感じられましたか？そうですね、いろいろな選挙区に行かせていただきました。多くの地域では我々自民党に対する大きな期待もいただいた一方で、大変な批判もいただいてきたところであります。
これまで執行部として党改革政治改革取り組んでまいりましたが、やはり有権者の皆様方の批判は大変大きなものがあり、我々自民党に対する不信というものは全く払拭できていないというふうに痛感をしたところであります。そうしたことに対してより一層の思いを持って党改革政治改革進めていかなければならないと改めて思っているところです。そんな中、県内の小選挙区では群馬3区が接戦となるなどしていますが、改めて県連会長の立場として今回の選挙戦を振り返りますと、どんな思いがありますか？そうですね、自らの選挙区はもちろんでありますが、県連会長として1区から5区すべて当選をおるべく汗をかいてきたところでありますが、3区におきましては正直厳しい状況であることは承知をしております。私も3区に入りまして、有権者の皆様方により一層のご支援をいただけるようにお願いをしてきたところでありますが、まだちょっと結果の方は分かりませんけれども、必ずいい結果が出ると期待をしておるところであります。それではこれから党そして政治の改革に向けて今後どのように取り組んでいくお考えなのかお聞かせください。はい、まだすべての結果が出揃っているわけではありませんけれども、自民党に対して大変厳しい声が結果として出てくるというような報道がなされています。なかなか我々が取り組んできた党改革政治改革では十分ではなかったという国民の皆様の声だというふうに思います。より一層の覚悟と決意を持って党改革政治改革を進めていかなければ自民党に対する信頼をいただくことができない。この信頼がないところに政治を前に進めることはできない、そのような思いでおります。今回私自身は当選をいただくことができましたが、党に戻りましてからしっかりとこのあたり仲間とともにより一層の加速と決意を持って改革に邁進していきたいと考えています。ここまで9期目の当選が確実となりました小渕優子さんにお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。